全部リストアップということでですね、まあ、今日ねドラフト会議行われるということでね、またちょっとドラフトに関する情報入ってきましたので、そのことについて話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、西武がリン・クァンチェンをリストアップということでね、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。24日のプロ野球ドラフト会議で西武が日本経済大の台湾人選手リン・クァンチェンをリストアップしていることが分かった。リンは台湾の高名中から日南学園へ入学し日本経済大学へ進んだ。195センチ105キロと大谷翔平を超える体格からパワフルな打球を放つ右のスラッガー。福岡六大学リーグでは1年春から試合に出場し、今年の春のリーグ戦ではリーグ2位の4本塁打を放った。大事でもリーグ2位の4割2分9厘の数字を残し、秋のリーグ戦も同3位の打率4割3分2厘をマークしている。強打だけではなく俊足も大きな武器で、外野手として守備範囲も広い。日本経済大学は第一工業大学の監督から西武入りしたウーネンティンを育てた岡留博彦監督が2019年に就任。西武では球団本部長を務めた鈴木春彦氏が校長を務める。同大から大卒で試合化指名を受けてプロ入りした選手はおらず、初の試合化選手の誕生に期待がかかるということでですね、西武がね、日本経済大学の林選手を、今回のねドラフトの指名候補としてリストアップしているということになります。まあ、以前からね僕もこの林選手はねこう野球太郎とかでね見ていて、まあ、ちょっとね、楽しみだなと思っていた選手の一人でした。じゃあこの林クァンチェンという選手どんな選手なのか、まずは生年月日から見ていきましょう。生年月日はねちょっと不明ということになっております。台湾出身で身長195センチ体重105キロ右投げ右打ち外周、日本経済大学で 50m は 6.0 秒ということですね。遠投もちょっとね何メートルなのかは分かんないということになっております。続いて今年の秋のリーグ戦の成績を見ていきましょう。10試合に出場して打率4割3分2厘0本6打点、三振1個、フォアボール6個、 OPS が 1.047 という成績になっております。はい、ということでね、まあ、この秋のリーグ戦もね結構打っている林選手なんですけれども、まあ、恵まれた体格ですよね。まずはこの195センチ105キロというこの体格、まあ、スケール感本当に溢れるスラッガーの外野手ということになっております。まあ、今年の秋ねちょっとまだホームラン出ていないというところは懸念点になってくる部分ではあるんですが、春はね4本塁打ということで、まあ、視界とパワーあるところもアピールはしております。そしてですね、まあ、このね、リン選手の、まあ、いいなと思う部分が、もちろん、こう、スラッガータイプの選手、スケールの大きい選手、パワーのある選手ってところではあるんですけれども、その中でも三振非常に少なくなっているんですよね。今年の秋も三振1個のみということです。それに加えて、さらにフォアボールも結構多いということでね、出塁率も5割を超えているということになっております。やはりね、こういったタイプの選手ではあるんですが、確実性が高いというところもね、非常に魅力的な部分かなというふうには思いますね。で、さらにそれに加えてね、足というところも兼ね備えていて、まあ大きい体格ではあるんですが、盗塁もこの秋8盗塁をマークしているということでね、まあ本当にこう天井の高さというところ、パワーもありますし、まあ盗塁もできるし、まあ将来的にもしかしたらね、トリプルスリーなんてね、可能性も十分ある、そんなね、天井の高さは破壊し得ない選手かなというふうに思います。守備に関してもね、まあ記事の方でも守備範囲の広い外野守備というふうに書いてありましたが、センターしっかり守ることができるんですよね。まあそこもかなり魅力的な部分なのかなというふうには思います。まあ、ただね、もともとこう上位候補の選手ではないということではあるので、まあもちろんね、その1位指名だったり2位指名とかではね、ないかなというふうには思いますが、まあライオンズが今回のドラフトに、このリン選手がね、リストアップしているという情報がね、入ってきているということになっているんですよね。まあだからどっかでもしかしたら指名あるんじゃないかというところですよね。まあスラッガータイプの外野手、特にパワーのある外野手ってところはね、ライオンズがこう不足しているポイントの一つかなというふうにも思いますし、まあ、ライオンズはね、こう昨シーズン村田選手を6位で指名したんですよね。まあ、このリン選手もポジションは違うんだけれども、タイプとしてはね、この村田選手とまあかなり似ている部分あるかなというふうに思います。まあ、六大学だったりとか、等々リーグとかとは違ってですね、まあ、こう地方のね、リーグで、まあ、かなりこう無双しているような感じで、でしかもなおかつこうパワーヒッターですよね、右の長距離砲というところですから、まあ、そういった部分も非常にこうね、村田選手と、まあ、似た経歴を持っている選手なんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、去年ね、そういうふうにこう、スラッガータイプ、大砲候補の選手を下位で指名しているというところを考えると、今回もね、このリン選手をね、下位で指名する、まあ、5位とか6位とか、まあ、高くて4位ぐらいかな、そういうぐらい指名する可能性っていうのは大いにあるんじゃないかなというふうに思いますから、
まあ一個ね、ちょっとこの会指名もね、誰を指名していくのかというところ注目してみてはいかがでしょうか。この2選手の指名はあるのかどうか注目していきましょう。またですね、皆さんの方でも何か意見考えありましたらコメント欄の方書いていただけると嬉しいです。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。